ダチョウのネバテキ、特製ソースを添えて。材料紹介です。3人前です。レバー 300g、牛乳 200cc、水 200cc、オリーブオイル分量外、特製ソースの材料です。こちらはあらかじめ作ってよく混ぜ合わせておいてください。砂糖小さじ1、長ネギ1/4分みじん切りで、醤油大さじ1、すりごま適量、酢小さじ2、ごま油小さじ1、オリーブオイル大さじ1、レモン汁小さじ1、めんつゆ小さじ1。解凍したレバーを 100g 程度の大きさに切り分けます。白い筋や血の塊があれば切除してください。解凍したレバーを水で薄めた牛乳に30分から1時間程度つけて血抜きします。レバーがきちんと全部浸かる量を入れてください。キッチンペーパーで水気を取ります。1センチ程度にスライスします。熱したフライパンにオリーブオイルをひきましょう。強火でレバーを焼いていきます。30秒後ひっくり返して裏面も20秒間焼いてください。焼いたレバーをお皿に盛り付けましょう。あらかじめ作っておいた特製ソースをかけて完成です。